人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに腎移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年3月の2日火曜日になります。本日お話しするテーマですが、腎、え、臓、ー、病、慢性腎臓病患者と食事にフォーカスしてお話ししようかと思います。えー、2月の中旬に、えー、慢性腎臓病 CKD ですね、CKD 患者とタンパク質との関係を、まあ、私自身学び直すということで、 まあこのブログをまあ個人用の勉強ノートとして使わせていただいてですね、その内容をおまあ一部ご紹介したわけですね。で、私のブログだったり、ポッドキャストの割には、って言ったらあれですけど、非常に多くの方がうん読んでいただいて、で、聞いていただいてですね、非常にありがたい限りなんですけれども、改めて、慢性腎臓病患者さんにとっては、 食事、特にタンパク質、塩分との関係というのは非常に関心のある事柄なんだなということを改めて認識した次第です。で、この時の内容というのは、専門の文献を私なりに読み込んで、でその CKD とタンパク質との関係というものを 数年前と現在との違いということにフォーカスを当てて自分なりに勉強し直したということもあるので、うん、内容としてはやや深めだったですね。はい。で、えっ、ー、と、今回は、うん、もっとこう、まあ、腎臓病患者と食事との関係をですね、日常生活に落とし込んだレベルでのお話をしようかなと。 思っております。というのは、まあ、私自身は2002年に先行的生体人食を受けました。で、その3年から4年前ですね、まあ、基準不全の頃は、厳しめの食事制限をしておりました。で、生体人食を受けた後は、人食患者、レシピエントとして、まあ、ある程度の 食事制限をした生活を送ってきました。で、えーまあ、残念ながら2013年に、えー、食事が廃絶をしてしまって、えー、通院血液透析を経ずに在宅血液透析を導入したと。現在、えー、在宅血液透析導入8年目を迎えますけれども、まあ、あの一般に在宅血液透析というのは、 しっかり食べて、しっかり透析って言われるようにあの、ほぼ食事制限というのはないという生活を送っております。ということで、えー、と私はですね慢性腎臓病患者という一つの括りの中にも入るんですけれども、3つの異なるフェーズ、食事についてですね、異なるフェーズを体験していると、経験しているということですので、 その時々のうん食生活というのをちょっと思い出して、えー、ここでご紹介しようかなと思います。で、一般的に、えー、と腎臓病患者の食事との関係、えー、っていうのは、うん、大雑把にこんなふうに言われてるんじゃないですかね。一つは、えー、と慢性腎不全の末期というのは、うん、厳しい食事制限を、まあ、強いられるということですね。 で、飲、えー、食後というのは、食事保護のために、それ相応の食事制限はあるよということですね。で、えー、現在の私、在宅血液透析で、しかも私は週6回、ほぼ毎日血液透析を在宅で行っているんですね。こんな私は、現在の食生活というのは、好きなものを好きなだけ食べています。まあ、もちろん、食べ過ぎ、暴飲暴食はいきませんけどね。 でまあ、つまり、えー、と3つの異なる病状お状況お慢性腎不全の末期腎移植後で、えー、在宅血液透析の現在ですねでそれぞれ異なる食事との向き合い方をしてきたわけですね私自身はうんあのまあ慢性腎不全のその末期の,その厳しい食事制限をしていた時というのはまあ 個人的にはねあの、ドナーである母が徹底した栄養管理のもと、まあ、それでいて非常に美味しい食事を、ね、毎日提供してくれたこともあってです、ね、まあ、食事制限がまあ辛い、苦しいという思いは正直なかったです。まあ、とはいえ、まあ、現在の、ね、食生活はかなり差があったということは確かです。はいで ということで,で、今回はそのポイントとして、各病状下で、どれほどの食事量をしていたかということと、まあ、食事制限の厳しかった過去と現在にどれほどの差があるのかということをポイントとして、まあ、検証しながらね、皆様と情報共有していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 まず最初に在宅血液透析、えー、週6回連日血液透析を行っている現在の食事についてお話をいたしますね。で、話をシンプルにするために、えー、非常に極端な、架空なケースを想定してしまいます。えー、どういうケースか。えっ、ー、と、在宅にて毎日血液透析をする40代の男性がいますと。 で自宅近くにファミレスのデニーズと、あとスキヤーヤがありますとで。そこがとにかく大好きだとで。自炊はめんどくさいので、3食外食をしていますという食生活を想定しますね。まず朝食はデニーズに行きます。でデニーズでトーストのセットとドリップのコーヒーを砂糖ミルク付きで飲みましたということですね。 これは朝食。で、昼食はすき家に行ってですね、牛丼の波と豚汁卵セットを頼みましたということです。で、夕食。夕食は、えー、合成に行きましたね。えー、まずはオールビーフハンバーグエビフライをライス台でセットで頼みました。えっ、ー、と、味噌汁もつきます。で、ソースはニンニク醤油。 で,すね、で、サラダはシーザーサラダを頼みました。で、デザートにこだわりアイスソルベバニラを頼みましたと。がっつり食べましたね。はい。で、これをですね、えー、とデニーズさん及びすきやさんのホームページを参照に、えー、エネルギー量と食塩相当量ですね。で、それとタンパク質というのを 総計すると、1日の摂取量が、エネルギーが、えー、2700トンで3キロカロリー。で、食塩相当量は13.92グラム。13.92グラム。で、タンパク質が87グラム。タンパク質87グラムでした。まあ、これが、えっ、ー、と、まあ、非常にね、えー、極端なあーケースですけれども、 えと現在の私の在宅血液透析における食生活の一端をう垣間見ることができたんではないかなと思っております。で、次は、えー、私の過去の食事、えー、生体人飲食をする 前の、えー、と厳しい食事制限をしていた、えー、慢性腎不全の末期の頃の食事のお話をいたします。で、当時は、えー、と母がですね、えー、毎食の、えー、カロリー,、えー、タンパク質、塩分というのは、あと、まあ、メニューですね、それをすべて紙で記録をしてくれていたんですね。で、それが結構なストックになって、 いたのでまあそれがあればね、えー、ここで具体的にご紹介することができたんですけれども、まあさすがに、えー、もう数十年も昔のもので、えー、処分してしまったので、えー、そのお話はできませんので、まあ少しこう一般的な話になりますけれども、それはご了承ください。えっ、ー、と、一般社団法人の日本腎臓学会、こちらの、えー、慢性腎臓病 生活・食事指導マニュアル、うん、栄養指導実践編という文献があります。で、こちらを参照いたしました。で、えー、こちらによると、慢性腎臓病患者、まあ、ここではステージ G4 を想定してますけどねで、に対する食事指導として、このように述べられています。塩分は1日に 3g 以上 6g 未満。 とありますね、で、タンパク質制限食ということで、えー、と1日あたり、えー、と体重1キロあたり0.6から0.8グラムと表記されてますね。で、プラス、えー、高カリウム結晶があればあ、摂取制限をするということですね。 えーまあ、注意書きとしてエネルギー必要量というのはあ健常な人と同程度を取るということになってますね。で同程度というのは1日あたり体重 1kg あたり25から 35kcal というふうにご紹介があります。で、えー、とタンパク質について言うとあの現在ドライウェイト 私は大体60キロぐらいなんですけれども、まあ、それとほぼ同じ、60キロと仮定すると、摂取量というのは、えー、と、タンパク質48グラムになりますね。えっ、ー、と、0.8×60 なので、で、まあ、そうなると、あの、先にね、ご紹介した、今の食事量からすると、 約半分ですよね。先ほど、えっ、ー、と、いくつでしたっけ ?87g でしたから、タンパク質摂取ね。あの、デニーズとスキアに行って、えー、摂取したタンパク質87でしたから、それの約半分でしたが、ただ実際はもっと痩せてました。もっと痩せてました。えっ、ー、と、50kg 前半だったんじゃないですかね。だから、かなり少ない摂取量。なので、 塩分制限と合わせて、ね、かなり厳しい食事制限だったということが分かりますで。よく言われるというか、まあ、よく皆さん、うん、やられていると思われるのが、あのほぼ、ね、毎日口にする白米、お米に含まれるタンパク質の摂取量を制限すると。でこれを制限すれば、その制限できた分は、ね、あの肉、魚といったメインディッシュに投入できるということ。 まあおそらく皆さんやられてるかと思いますね。なので私も例外なくお米に関しては低タンパク米を食べていました。こうパックになってるね。あのチーンとするタイプも食べてましたけれども、あの、お米をなんだろうな、こう研いでちゃんと炊くタイプの低タンパク米なんかも当時あって、それを食べてましたね。まあでも、 かれこれ、もう20年以上経ってますから。はい。で、まあ、えっ、ー、と、先に申し上げたように、毎日の食事に関しては、まあ、母があのしっかり制限しつつもおいしいものを提供してくれていたので、不安は全くありませんでした。ありませんでしたけれども、それでもね、なかなか十分なエネルギーを確保するということは難しかったです。これは、あの、現在進行形で。 食事制限、厳しい食事制限をされている方は痛感されていることかと思いますねあの。どうしてもタンパク質制限によるエネルギー不足というのは発生してしまうので、まあ、それを解消するために、うん、あの、腎不全患者の皆様、おなじみの、おなじみのというとあれですけど、も私もそうでしたからね。元気人人という名前だったのを覚えてるんですよね。あと、ハイカロゼリーでしたがね、といったような。 そのカロリーを補う、うん、補助食品、元気人参っていうのはジュースですね。で、ハイカロゼリーっていうのはまあゼリーですね。で、これでカロリー不足を補っていました。うん、20年以上も経過しているわけですからね。はい。企業努力で美味しくなってることだと思います。参考情報として、まあまあ皆さんご存知かと思うんですけれども、えっ、ー、と、お話ししておきたいのが、 食事制限時に摂取していたあ、先ほどご紹介したエネルギー補充食品だったり、低タンパク米ですね。で、これも,もちろん病院から無償で提供されるわけではないですよね。つまりすべて購入費用自費です。自費。で、しかしこれらの費用というのは、えっ、ー、と、医療費控除の対象にならんのですよね。ならなかったです、当時は。今はどうか知らないですけど、 で当時、税務署に税務相談した際は、母が言ってくれたのかな。で、税務相談した際は、もうそれ薬じゃないですっていう、その一点張りで即却下だったそうです。うん。現在どうなんですかね。その点に変化はないんですかね。まあ、あの、もし変化がないようであれば、国や行政。 食事療法を、ね、続ける腎臓病患者に対する評価というのを少し見直してもらいたいなという気がいたします。はい、<music> さて、もう一つの過去の食事ですね、生体腎食後の食事についてお話をいたします。 で、実際経験して思うのはですね、人職っていうのは、うん、手術が終わったら OK といった類のものではないですよね。あの、時の経過とと,ともにいろいろなこう要素が複雑に、まあ、絡み合って、ま,あ、まるで綱渡りのような医療だなという,う実感をいたしました。うん。まあ、長い透析生活を経て、 移植手術を受けたかというのと、腎保存期で移植手術を受けたかと、まあ、手術前の、ね、患者の全身状態によっても、術後の食事へのアプローチはもしかしたら変わるかもしれませんね。で、今回参考にさせていただいたのは、日本腎臓学会誌のです、ね、創設腎移植シリーズ、腎移植と生活習慣病。 という文献で、こちらを参照いたしました。でこちらでは、腎移植患者の食事指導における注意点として、えーまあ、多くの項目が並んでいます。まあ、上からご紹介すると、ま,あ、まずは、慢性腎臓病、CKD ですねで。適正体重の維持、えー、電解質以上の合併、カリウム、カルシウム、リン異常ですね。それと、高血圧の合併。 糖尿病の合併、高子結晶の合併、高尿酸結晶の合併、それと免疫抑制剤の免疫抑制薬の副作用というふうな紹介がされています。また、この文献にはですね、このような内容がご紹介されていました。そのまま読んでしまいますね。一部省略含みますけれども。腎食患者の安定期腎機能。 というのは個々の症例により異なるが、一部省略。単人、一個の腎臓という意味ですね。単人であることから、異植人はグロメイヤがハイパーフィルタレーション。ちょっと読み方が難しいですけど、意味としては、子宮体過剰ろ過という意味だそうですね。子宮体過剰ろ過に陥っていると。このような腎機能、腎血管 胴体以上を考慮すれば、タンパク制限食は必須である。しかし、一部省略、少なくとも移植手術直後の修術期には、術後、胃下更新状態という病態でもあり、ちょっとこの辺が難しいですね。えー、術後、胃下更新状態という病態でもあり、極端なタンパク制限は避けたい。 という記述がありました。で、これらから分かるように、まあ、各ステージごとにね、食事のコントロールが変わるんですね。うんまあ、当時のね、あのー、私自身を振り返ると、移植手術によって、厳しい食事制限からいくらか解き放たれたというのは事実です。まあ、例えば、 低タンパクの、ね、お米が普通のお米に変わったとか、まあ、肉魚類というのを細かく、まあ、計量せずに、ね、食べれるようになったと。まあ、しかし、えー、と多くの、ね、人速患者さんの方々同様に、私も、まあ、せっかく、ね、もらった腎臓を大切に1日でも長く機能してもらうために、まあ、ある程度の塩分制限、タンパク質制限はしなければという意識は常に えー、あったことを記憶しております、はい、一般的に在宅血液透析のメリットとして栄養状態の改善がよく言われますね。で、私の、まあ、過去のブログ等でもですね、えー、ご紹介してるんですけれども、 低栄養状態の起因する感染症のリスクという観点から、まあ、施設血液透析、うんまあ、いわゆる標準血液透析に比べた在宅血液透析の優位性、えー、というのがあるようですね。はい。ただしかし、えっ、ー、と、こういう内容の記述もあったんですよ。えっ、ー、と、日本透析学会雑誌の 在宅血液透析患者の栄養状態の評価という文献があってで、これを読むと、ちょっとそのまま読んじゃいますね。身体構成成分、血液性化学検査結果においては、えー、ホーム HD、在宅血液透析ですね。ホーム HD 患者と CHD、まあ、これは施設血液透析の患者さんのことを指しますが、えー、CHD 患者の間に、 栄養学的な優位性は見られなかった。今後、ホーム HD、在宅血液透析における高い透析量、十分な栄養摂取量、高い QOL が栄養状態に及ぼす影響を追跡していく必要があると考えた。っていうふうに、うん、文献、記事を締めくくられてるんですよね。うん、まあ。 当然っちゃ当然で、在宅血液透析の患者数が極端に少ないですからね、その少なさから来る、まあ、不十分な検証ゆえにね、まあ、現時点で在宅血液透析を、まあ、いっぱい食べて元気に長生きみたいなね、えー、そういったふうな安易な結論づけることっていうのは、まあ、できないんだと思うんですよ。ただ、あ私の実体験としてね、食事に対するストレス がない、えー、というだけでもね、確実に QOL が向上しているということは実感しています。うん。なので、まあ、権威的なね、あのー、こう、専門的な臨床結果が、まあ、少ない、えー、現実においては、まあ、この私のね、まあ、ブログだったり、ポッドキャストのようなね、まあ、非公式な、うん、場所から、 まあ、患者レベルのね、裾野の部分から、まあ、在宅血液透析する、私は今こんな元気ですよっていう、まあ、程度のね、発信することというのは、多少なりとも有意義なのではないかと思っておりますので、まあ、そんな思いも込めて、まあ、今後も、まあ、実りあるブログ記事だったり、ポッドキャストを放送していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、 えー、本日は以上になります。えー、最後まで、えー、ご清聴いただきましてありがとうございました。ということで今回は以上になります。この番組では引き続き 在宅血液透析並びに人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingdai2020-blog.com です。 それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。